こんばんは。目がピクピクするぞ。こんばんは。やっほー。こんばんは。今日も眠いね。今日は2回公演でした。イエーイ。今日は朝出るとき眠すぎてピアスが左右違ったピアスをつけてしまいました。けどこのまま公園に出ました。お疲れ様でした。なんか寝ぼけてたみたいでメイクして気づきました。はい、可愛いですねどっちもバレないっしょ、言わなきゃ、言っちゃったけど、あのですね、今日は公演合間にもショールームやったので、まあ、公演終わりショールームどうしようかなって思ってたんですけど、なんか今日の公演すっごい楽しくて伝えようと思って、それをやらない日が楽しくないってわけじゃないですよ、もちろんいつも楽しいんだけどね。あのね、すっごく楽しかった。今日はゆいりちゃんとツインテールでした。めっちゃ疲れました。帰りにねスーパーでビールも買ってきて、飲まないですよ今、お風呂上がり飲もうかなみたいな、なんか美味しそうなビールを買ってきちゃいました。東京クラフトペーパーじゃないペールエールなんか、はい、こちらを購入いたしましたので、これからお昼のお弁当を持って帰ってきたのでこちらで食べたいと思います。イエイ、購入品紹介あ、じゃあプレゼント紹介もしますか。今日いただいたプレゼントの紹介もさせていただきますね。まずこちら、かわいすぎて干される、ありがとう、かわいい、大好き私、かわいい、メズピアノ大好き、ありがとう、ちなみにとてもなんだ、ありがとう、超かわいいじゃん、え、かわいい、キュンキュンキュンかわいい、メゾピが好き、私エンジェルブルーはめっちゃ着てたけどメゾピの方が好き、あーかわいいこれさ、声終わりは本当にハイテンションになっちゃうんですよね、かわいすぎない、見て、あとカキのぬいぐるみなんか汚れてるよねえ、なんかカキのぬいぐるみに染みついてるで、これ何の染みやでもらいました、カキのぬいぐるみで意外と可愛い、なんかカキ染みついてないマジ飲んでない、これモナにあげるわモナにあげたいと思います、ありがとう、モナちゃんがきっと喜ぶ
まあ今はとりあえずここに置いときますね、かきちゃん。あとね、これもかわいいね、めっちゃかわいいね、これミルクフードパーカー、裏キモじゃん、かわいい。今日もミルクヘッド、すっごいほこりついてるけど毛とか。かわいいね、これ裏もかわいいね。ありがとうございます。プレゼントいただきまして、ありがとうございます。嬉しいです。今日もこれ楽しかった。こちらこそありがとう。めっちゃ楽しかったんだけど今日公演。結婚してってなんか誰かが言ってるけど誰かが言ってるけどあれ、ポニーテールの写真ってメールに送んなかったっけ。送ったで。で私は今もう宣言させていただくんですけど、初めてアナンがいる公園に行ったって、やったー、楽しかった。今月はちょっとSNS 頑張ろう習慣にしようかなって思って、なんだっけ、 TikTok さあ見たらさ、7月だったんだけど前回更新したの引いた、普通になんか頑張ろうって決めたはずなのに、その時もなんか7月って書いてあって目を疑ったんですよ、普通に。え、7月最終更新みたいな、引いちゃって。ちょっとだって TikTok 結構私見てた気がするのに、なんか何も更新してなかったね。え、結構見てたよ TikTok、 引いたよね普通に。だから TikTok 頑張りたいと思います。あまり宣言すると怖い人から言われそう。誰、怖い人。今日のはどういう風の吹き回し、なんかねこういうのも私本当良くないんですけど、気分でなんか頑張ろうって思う時が、人生そんなもんじゃないですか、なんかちょっとモチベ高いというか、なんか頑張ろうみたいななんか気分になって、気分が今乗ってるんですよ。乗ってるので、まあアイドルも残り2ヶ月ぐらい、2ヶ月あるかないか、2ヶ月弱だし、まあまあまあね、衣装で TikTok とかもねもう着ることもないですから、卒業したら。結婚してってなんか誰かに言われてますけど、そうそうそう。だから今日なんかルンルンですよ、なんかね楽しかったの。今日の公演メンバーなんかみよすごい好きですね、気分が、気分が。そうだから頑張ろうって思いました。はい、あとインスタも、あ、結婚してありがとう。インスタもまあちょ毎日は結構きついんですけど、最近ちょっと頑張ってやってるのちょっと伝わってます。なんかインスタも一時期結構サボってて、そう、でもそれも最近はインスタちょっと頑張って投稿しようってなってるので、今そちらも頑張ろうかなみたいな。全部を毎日更新とかは無理です、先に言っときますけど、無理なんですけどね、ブログもね、まあ、1週間に1回くらいは更新したいなって思ってます、まあ、メールはね変わらず毎日、ショールームも変わらず毎日、あとはね YouTube の生配信もしたいし。今日もお疲れ様、初めての劇場キュンキュンは止まらなかったぜ。
そうユイリーがさ今日あのポジション初めてだったからさ一緒に出たの楽しかった。なんか普段と違うとこで絡めてめっちゃユイリーに絡んじゃった。めちゃくちゃ逃げられてたけど、ね、今日のユイリーちょっとツーン多めでしたね。ツーン7割ぐらい。ゆりちゃんのポジションのバージョン楽しかった。え今日寝れるかな本当に不安。本当に嫌がってて草です。本当に嫌がられた。あー眠たい。レイドの帰りの最高に笑ってね笑っちゃった。あれその後歌わなきゃいけないのにさ、あのレイダウンユイリーと絡むポジションなんですよ。普段もギーちゃんと絡むんですけどよく。お前は飼い犬ってユイリーが歌うとこがあって、私隣にいるんだけど、お前は飼い犬って言われて笑っちゃった。その後レイダウンレイダウンってさ言わなきゃいけないのにさ歌えなかったって絶対。んでも映ってたひどい。お前は飼い犬ってこうやってやられました。ちょっとまあよかったけどそれも悪くなかったよね。悪くないんですよ。そう悪くなかったけど嬉しそうで篠崎さんド M だなと思いました。そんなことないけどさ悪くなかったっていう。ニコニコしてたよ飼い犬。嬉しそうな感じ出てたよ。そうですか、まあ、悪くはない、むしろみたいな。えアイドルなんかね、今日アイドルなんかあると思ってたよ。ないのか、めちゃ残念でした。やると思って私振り起こししたのにやんなかった。いやだからもうやらないんですよアイドルなんかじゃなかったら。そう12月からやらないんです。でもうんなくなっちゃったらしい。残念。え、愛しさのディフェンス。今日アヤナコールめっちゃ大きかったね。すごかったね。嬉しかった。女性限定公演で。アヤナコール大きくて。女の子ドキってなりました。男の子も好きですけど嬉しかった。女性限定公演卒業までまたもう一回出れるかな。出たい。ありがとう。確かにだってピンポン玉のチェキ撮影するのを初めて店員待ってました。5人もいて撮ってくださる方めっちゃ嬉しかったです。最後の一人でした。ありがとう。すごく嬉しかった画面で、ね、嬉しかったよ。ピンポンはお金だけ落としてきます。あーなんか幸せです。お酒飲んでません。あやばい10時だ。今日もお疲れ様でした。メール送んなきゃ。
送ります。マジで SNS 頑張ろう。ちょっとほんと TikTok 頑張るので、今月一番がつりたいなって思ってるのは TikTok、 YouTube なので、ちょっと TikTok 流行り、あのこれ撮ってほしいとか流行りの TikTok とかを、あのぜひ頻繁に、一度じゃなくて頻繁にタイムリーに教えていただきたくて、いいですか？お願いします。そう、今何が、マナかズッキー、その辺のメンバーのフォローをするか。みんな偉い、 TikTok 頑張ってて。本当に TikTok なんか見る専門になっちゃうんだよね。あ、びっくりした。あ、やばいやばい、なんか、あ、なんか流れちゃってる。さっきの TikTok 見てたのが、ねえねえねえ、私の始まり、あとシンプルメイクの動画とかもね、いいよね。編集技術がさ関わるのちょっと結構きついけどさ。でなんだっけ、マナカ、田口真中いた。あ、しかもフォローしてくれてた。フォロー返しと、ズッキーフォローしました。頑張ろう。今 YouTube がチャンネル登録者数8470で、 TikTok が8598なので、とりあえず1万人にしたいよね。両方、両方1万人頑張りたい。卒業までに目指せ1万人ということで、残り2ヶ月、頑張ろう。今一個取っちゃえば。YouTube、 確かに YouTube はスタッフさんの確認もっと早くした。そう、 YouTube なんか編集にも時間かかるし、編集終わってからの確認にもめっちゃ時間かかるし、あのね、なんかだってもう撮り終わって載せれますから1週間2週間半切れ経っちゃうから、結構ねそこがネックなんだよね YouTube はね、正直。まあまあまあ仕方ない。でなんだっけ、今撮って何撮る。え、ランダムプレイダンスの再生数20万回超えたって、すごっ。本当だ、すごい。すご。みんなめっちゃ見てる？繰り返し。すごいね。ありがとうございます。でも意外と YouTube なんか全部の動画ほぼ1万回は達成してて。嬉しい、ありがとう。なんか私 YouTube 始める前本当に全部3000回とかなんだろうなって思いって思って始めたので嬉しいです。ありがとう、頑張ります。いやでもね、わかんないよね、更新頻度とか下がっちゃったら本当にそういう風になると思うので頑張ります。え、
今なんか撮るって何撮る？今日も治安があれですね。なんか配信終わったら探すか。ちょっとお風呂入れてきまーす。あ、寒いって。あー寒い、廊下寒い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 。寒い寒いって言ってたら牡蠣落としちゃった。はは、牡蠣沈没。はは、牡蠣沈没。ミキだよ。もうミキ。テンションやばい。あー寒い、本当に寒い。今日さ、ツイッター開いたらなんかめっちゃツイッターのフォロワー減ってた。なんでだろう。めっちゃフォロワー減ってた。気にしない。ね、一気になんか一気に50人ぐらい減ったよね。なんで知ってんの。なんで知ってんの。怖いで、なんで知ってんの。確かに SNS 更新頑張ります。トロトロ溶けちゃうよ。流行ってて簡単。見てみるね。あの TikTok 覚える配信をショールームでやるっていう、いい感じの効率の良さみたいな。トロトロ溶けちゃうよ。あれ？覚えられな。ゆいゆい、ゆいゆいの実を。
これか。かわいい。かわいいゆいゆい。かわいい。なんか嫌なってきた、撮るの。もう最近さ、可愛い人見るとさ、可愛いみたいな、やだ SNS 見たくないってなるの。なんか最近なんか森かすみさんが出てきて TikTok で、あのメイクのやつ見ました。なんかもう可愛すぎて、なんかもう可愛いみたいな、やだみたいな、なんか同じ女性なのに無理みたいななっちゃう。え、わかるでしょ。なんか絶対もう勝てる様子どこもないやんみたいな、はぁ、あ、みたいななっちゃうのよ。可愛いよね。あのフリーのアナウンサーの方なんですけど、めちゃくちゃわかる。なんかもう可愛いみたいな。さっきのギャ友達はもうそれ終わったよと早終わり。こちらからしたらあなたも同じ存在でもそんなことないんですよ。ありがとう。人と比べたらそれは自己肯定感下がっていく一方で、そうだよね、上げてこ上げてこ、私には私の良さがあるべね。あげてこあげてこ、何時SNS ってほんとそうならない。なんかほんとセレブリティ見てほしいんだけど、韓国ドラマ。なんか SNS ってまあキラ、人のキラキラした部分をさ、あの切り取ってるじゃないですか、まあ、みんなさ、そのめっちゃブスな瞬間だって絶対あるはずだけどさ、まあ、可愛くて綺麗な瞬間さ、あれじゃんを切り取って載せてるからさ、だから良くないんだよね。そんなそれを見て比べて落ち込むなんて絶対しなくていい、しなくていいのって今自分に言い聞かせてるの。強い気持ち、う、お酒飲んでるみたいだね。ジェットコースターみたいな配信をお送りしてますね。ほんとね、ジェットコースターみたいな、今日感情ジェットコースターメンヘラみたいな。どうもメンヘラです、イエーイ、メンヘラです。どうしたの本当に。確かに睡眠時間足りてない。なんか本当に昨日ほぼ一睡もできなくて、いつも割とメンヘラだよ。え、そんなひどい。なんか昨日はほぼ一睡もできな、昨日一昨日かできないまま撮影に行って帰ってきて、絶対早く寝るぞって思って早くお布団入ったのに、なんかまた頭が起きちゃってぐるぐるなんかいろんなこと考えてまた眠れなくなっちゃって、本当に6時気づいたら朝の6時とかになってて、もう薬飲まないと2回公演できないってなって、もう2回公演できないってなって、で薬飲んで寝てちょっとだけ寝れて2回公演出たら、なんかすごくハイテンションになっちゃってる。でこのテンションのまま行くとまた今日も眠れないような予感がして、ベッドに入るのが怖い。
よくないんですよね、この不眠が続いた時の不眠が続いた時の、よくないんですよ、このまた今日も眠れないんじゃないかっていう、あれってまた眠くな、眠れなくなっちゃうんですよ。なんかね、わかる、なんかそう、不眠ハイみたいな。そうなんですよ、そうなんだよね。でも2日だけです、眠れないの。しかもなんかその薬さ、1錠しかなくて、ずっとさ最近飲んでなかったんですよ、睡眠導入剤みたいなやつ。久々に飲んだんだけどさ、いやないんですよ、1錠しかなくて、昨日飲んじゃったから、なんかそれも不安で、いざっていう時に飲めばいいやみたいな安心感もなくなっちゃって、ないから眠れなかったらもうないないって。それも良くない、不安要素良くないよね。意外と繊細なんですよ私。知ってました？全然メンタルも強くないんだ、だからピエンピエン。本当にとんでもジェットコースター。でも大丈夫です、普通に元気です。病んだりとかはしてないので、ただ眠れないってだけで元気なんですよ。ジェットコースターすぎて、あやなちゃんどうしたって家族が心配してます。声のトーンまで全部変わっててすごいです。確かにさっきコーヒー飲んじゃったわ、カフェインレス飲み物にしてね。やべやばいやばい、また不安要素追加になった。コーヒー飲んじゃった、バカだ、バカしちゃった。お弁当持って帰ってきた。寝る前にお湯だけ飲んで睡眠導入剤飲んだか飲み忘れた。ああ心理的にね、こんなに可愛いのにそういうとこあるの、同じ人間なんだなって安心する。ほんと同じ人間ですよ。うん、明日早起きじゃないからそれがめっちゃ救いで、明日は昼ぐらいに起きればいいので、まあワンチャン朝まで眠れなくても別にいけるから安心要素。それはなんかこの2日間朝早かったからっていうのはめっちゃありますね。朝早いと緊張しちゃう。私さやっぱ毎日朝早く起きなきゃいけない状況になったら死んじゃうかもしれない慣れなのかな、なんか良くないよね。睡眠サイクルが基本昼に起きて夜仕事してみたいな、で遅く寝るじゃないですか。だからたまに朝早いとめっちゃ緊張しちゃうんですよね。まあ、慣れなんだろうね。生活リズムが良くないわ。うん、しょうがないね。さ、これに関しては。まあそうだよね、やっぱなんか自分で言うのもなんだけど、芸能界って特殊な世界ですもんね。確定的じゃないからね、あのスケジュールがね、急に入ったりとか夜遅かったりとか。つまりみんな偉いってことですかね。
本当に声のトーンすごい変わるねって。ジェットコースターだね。お風呂ゆっくり、今日バース入れたのでゆっくり入っていきたいと思います。眠、3個入れた。今日さ、本当はこういうの自分で言うもんじゃないんだけどさなんかさ、初めてしたことがあってさ、なんかマネージャーさんがさ、今日誕生日だったんですけど、なんだっけ、その現場、駅から現場までタクシーで入るじゃないですか。まあその DH さんが生産するので、もう絶対きっかりお釣りとか絶対もらうんですよいつもね、きっかりもらうんですけど、今日は誕生日のマネージャーさんがお釣りですって言って、それで飲み物でも飲んでくださいって言って、お釣りいりませんって初めて言って誕生日おめでとうございますって言って、なんかかっけえ、マジマンジかっけえ自分で言わなきゃかっこいい。だから前置きしたじゃないですか、自分で言うことじゃないんですけどってちょっといい、はい、自分で言っちゃいました。まあ、ジュース買えるぐらいですね、買えるぐらいのお釣り。思ったより少なかった。少ないでしょ。ジュース2本ぐらい買えますきっと。はちょっとね、ちょっと足りないかもしれない。足りるかな。スタバちょっと厳いね確かに。でも初めてやったなっていう値段じゃないから、大事なのはねー、ねえ。なんかみんながプレゼント話に持ってってるけど、なーに？お風呂入ろうっと。私もうお風呂入ろうっと。だってお風呂沸いたし、お風呂入ろうっと。13位から小池翔さん、12位からピアッチ、12位から11位ヤシーさん、10位あやなのくまちゃん。メンヘラの時のあやなちゃんが一番可愛い、絶対結婚しような。メンヘラってガチでめんどくさいよね、よくないと思うよメンヘラって。でも私結構ほんとメンヘラになる時あるんだよね、たまに。知ってるか、なんかかまってちゃんみたいな、めんどいよね、わかる。なんかかまってよみたいなモードになる、なっちゃうんだよね、なんかうんみたいな、なっちゃう。大変だよ。はい、9位やっちゃハッシュタグチームナーさん、8位マサト、お客さんにもいじられるあやなん、チームナーさん。今日メンバーに言われたわ、あやなんさんってファンにもいじられるんですねみたいな言われた。7位ゆきちゃん、今日も大好きでした私も、ありがとう。
6位のおじいさん、5位おぎゃにやとちむなあさん、4位山崎まさひろ、アイドルなんて呼ばないで可愛かったありがとう、3位ちゃんたトゥキートゥキ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 、今日も大好きだった私も、2位めちれまろんまんじイエイまんじ、1位めじさんでした。そして55位もなちゃん枠がハルトさんでした。ありがとうございました。今日の女性限定はちょっとオンデマンド見てほしいんですけど、今日のディフェンスめっちゃ楽しかったんだよね。アイドルなんて呼ばないでも楽しかったけど、ディフェンスめっちゃ楽しかったの、女性限定の。なんでだろう、なんかすごい気持ちが超楽しかった。ディフェンスなんかめっちゃ気合入ってた、伝わりました。なんかいつも気合入れてるつもりなんですけど、なんか今日の助言はね、ギアがグンって上がったんですよ。バッキバキでした。見てて気合入ってんなって思った。やっぱ分かったんだ、見てください。ぜひディフェンスの時のあやなちゃん女優って感じする。嬉しい、ありがとう。シャキーンバキって感じ、シャキーンバキみたいな感じなので、今日のユニットはぜひ見ていただきたいなって思います。やっぱ私ディフェンスが一番好きだわ、僕隊で、僕隊やってて、で今日改めて思いました。ディフェンスすっごく好き。ということでお風呂に入ってきたいと思います。すっごい気が向いたらお風呂上がりもやっちゃったりなんかしちゃったりしなかったりしちゃったりして、しないかもしれないけど、レジマンだり SNS にショールーム含まれてるやつか、含まれてる。今月ショールームも頑張る予定です。先月本当にあんまりショールームのモチベなくて自分で言ってるんですけど、本当にあんまモチベ上がんなくて、正直に言うと本当にあんまりモチベが上がんなかったんですよ、ごめんなさい。でなんか見れる時間帯にやってくれや、見れねえよみたいに言われてさらにやりたくなくなったりとかしちゃうんですよ私。だからあんま11月はやりたくなかったんですけど、もっとやりたくなくて、本当にもう毎日やるのやめて、やめろ、やめようかって思ったぐらい本当にモチベなかったんですけど、誰だよそれ。はい、そうなんですけど今月はもうたくさんできたらいいなって思ってます。ので、まあ、夜やるかは分かりませんけど、昼長時間やる日もあったりとか、まあ、短時間の日もあると思いますけど、毎日長くっていうのは夜長くはできないけど、なるべくたくさんできたらいいなって思います。そう、昼だから見れる方もね中にはいるので、昼もやったりとか、そう、好きな時に気分が乗った時にやりたいと思います。じゃあまた気が向いたら後でやりたいと思います。バイバーイ。